はいどうも、浦島坂田線の浦田と島と違います。あ、違いますか。島ですね、はい、いやした、リズム的に確かに、ね、間違えたから、ね、確かに、ね、うん、浦田と坂田と島です。違うから、違うから、違う、今回は島くんにドッキリ仕掛けたいと思います。この後、マーシーに意思疎通ゲームちょっと仕掛けていくんですが、はいはいはい、もう俺ら3人は最初から答えまで知ってて、どこでドッキリと気づくか、もう俺らがもう全く同じ回答をずっと全く同じ回答をする。で、あの1人だけ違う回答出してましに、なんでなんて俺ら4人ですごいいつも1人連れと思ってたけど、お前だけ違ってたんやなみたいな。なるほど、そういう空気をちょっと出してた、ね、ちょっと嫌な空気を出しつつも、ずっと俺らが同じ回答してたら、はいはいはい、おかしい。いいね、マーシーがドッキリじゃんとか言ったら、まあ俺らの負け。そうね、気づかず最後までいけたら俺らの勝ちみたいな。そうでしょうか。お、それいい ね。ただね、一点ちょっと問題があって、はあ、坂田さん問題普通に結びそう。おい最初に言ったのに、おい、見くびってもらっちゃ困るわ。さすがに間違いない。 OK、 じゃあ検証していこう。イエイ。もう一個問題あるよ。何？シマくんが普通に切れるっていうそれ一応見たくない。やだやだ。でも俺らもさ、ちょっとこう動画を面白くしようとして、うんうんうん、いやマジマジとかさ、うんうん、言っちゃうからさ、うん、そこでこいつら怪しいなってやった時にちょっと不快になる可能性が、はい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 、あるから、ちょっと気をつけていきたいね。そうや、うん、それでは早速やっていこう。ゴー、楽しみ。はい、どうも、浦島坂田線の浦田と島と坂田とジャストンです。意思疎通ゲーム。7周年を迎えまして、7周年、ね、8周年を走り始めております。8年目走ってますからね、はい、8年目ってことはもうお互いのこと何でも分かってるようなもんですよ。まあまあまあ、確かに。なのでね、今回は意思疎通ゲームというのを通して、はい、我々がどれぐらい意思を疎通、疎通、疎通、疎通ってなんだ、シンクロさせるってことじゃないよ。疎通ってなんだ、うるせえな、うるせえということで、意思を疎通させていくのが重要なんじゃないかなと思います。はい、もう僕らだったら、まあ多分10問ぐらいあるんですけど、もう1から10問すべて当たると思います。当たり前よ、余裕よ。それでは早速やっていこう。プシュッ。テンション上げていけよお前ら。それではサムさんお題お願いします。浦島坂田線の代表曲といえば。代表曲。おい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 、こんなん余裕やろ。余裕当たり前だろ。これ絶対あるで。これこれできなかったらもうちょっとやばい。もうこれあかんで。これ外した人はこれ外したらもう脱退やろ。せーの、はい、帝国エボック。あった。嘘やもん、マジ。いやまあでも意思疎通やからね。ちょっと分かったやつ抜けるとか言ってたら、まあほら、これカットしよう。次次、ね、くそー。まあ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 、どんまいどんまいだぜ。次行くわ。次行こう。浦島坂田線のカバー曲で好きな曲は。おいおいおい、これはもうカバーっていくこと、ボカロってこと。ボカロ、ボカロでもいいですし、J-POP でもいいですし、俺らが投稿してるやつだよね。まあ、さっきのはね、チュートリアルみたいなもんですね。チュートリアルはもう間違いない。 OK です。せーの、セモン桜。よっしゃよっしゃ。まあまあまあ、気持ちいい。よかった、これが本番なの。よかったー。じゃあいい感じやね。いやいやいや、めっちゃ楽しい。意思疎通できるぞこれ。お願いします。見とけよ。浦島坂田線で一番異性にモテそうなのは誰。あーまあ、これも決定的。しょうがないっしょ。迷うこともない。こともない。ないよ。オッケー。せーの、シマー。マーシー。何してんのお前。俺マジで。ずれてる感じ。ちょっとやばいよ。やばいかこれ。脱退か。次。待って待って待って。またやりたいと思う企画は。広いね、範囲が。広。広。オールジャンルってこと。はい、撮影でも、ね。マクマ V とか伏天とか全部含めて。含めて。はい。あれや、ちょっとリベンジしたいしなんか。大丈夫やんな。余裕。大丈夫やんな。確かに1個間違えてる。いやいや。自信しかない。せーの。スイッチ。マーシー。どうこれ。釣り企画でしょうが。リベンジしたら1回もらう。これやんか。あー確かに。え、待って、やばいんやけど。え、脱退か。やばい、実は俺、もっと視野広めろ。視野広めろ。もう一度やってみたいライブ会場は。あれな、いろんな会場やってきたけど、その中でもう一回ここに立ちたいっていう。いきますか、みんな頼むね。大丈夫。むしろこれじゃなかったらもう今までの何やったやろ。せーの、
たまーに、ほらだって武道館やろ。 NBC の時も立たせてもらったし、まあそこまで勢いがなかった時に引きフェスに出してもらって、あー立ったね。でたまーにで俺らが言う、そこからブーストかかったみたいな。え、じゃあワンマンっていう意味で、あーなるほど、ね、ワンマンで考えた時にやっぱりこの武道館の記憶っていうのはやっぱみんな、いや確かに良かったんちゃうかなっていう、言わせてもらうけど、うんうん、たまーにはワンマンで立ちたいっていう意味やね。俺ら一回立ったことあるやん、立ったことあるけど、あるある、俺たちだけ立ちたい、それがみんな出てんの。えぇ、ー、えぇ、ー、待って、もしかしてあれかもしれない、本物の人は家で寝てるかもしれない。本気で考えよう、本気で考えよう、これ頼むね、マジ。浦島坂田線のチャンネルのおすすめの動画は YouTube、 YouTube、 ゲーム実況も含みます。マジであれやで、どちらかというと見てほしい。あ、わかった、はい、せーの、ワッツマルゴルフ。あー、なんで、あー、ちゃうやろ、ドッジボールやろ、もう全然伸びてないやんこれ。お前ら、いや見ろよこれ、お願いします。さあ、はい、ゲームが一番うまいのは誰、これはもう、まあ、これ大丈夫、せーの、セーブだ。マシこうパッと見、俺も裏さんやと思うし、うん、まあ、それか、裏さんはオールマイティうまいやん、それかマシや、そうそうそう、まあまあ俺もマシやと思う、ちゃんとゲーマーでね、うん、こいつやってないのにさ、できること割と多かったりするから、こいつの俺その潜在能力を書いてみた。あーなるほど、眠ってる力を、そう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 、未来性、まあ、自分なんや。自分だね、なんか4人1回しかやってないよ。次行こう。メンバーで一番おしゃれなのは誰？おしゃれなー。待って、俺脳みそ溶かそうかも。わかった、はい、せーの、俺は坂田。よっしゃー、最近そのゾゾタウンで、そう、なんか最近の動向を見て判断しよう。ああ、そっか、柔軟やな。いや、めっちゃいいわ、ふにゃふにゃにした。じゃあ次行こうか。おすすめの浦島坂田線グッズは、うわー、え、範囲広くない？めちゃめちゃ出してきたからな。思い出とか含めていろんなことを考えて俺書くわ。あいつが気に入ってるものって大丈夫です。せーの、オドオドオドオル。夏のタオル俺使ってんの、未だに。あー、俺それで迷ったよ、めっちゃ。あ、思い出で。そうよね。あ、オルゴールなー、俺もめっちゃ迷った。でも記念って言ってたから、あ、なんか作ってる。大丈夫。月ラジで一番印象に残っていることは、トータル結構やってる。長いって何年やってんと思ってる。やばいよ。逆にこれでやったらすごいけど。最近で言えばっていう、もう一回やっとくかって。あ、ちょっともう連想ゲームになりつつあるけどね。連想ゲームやな、普通に。意思はもう疎通してない。答え合わせにいってるもんね。せーの、ファルコンパンチ。あの、あ、え、あれはゾータン読む前に、そう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 。じゃあ俺ファルの部分やるわ。で、コーンでチーズやろ。もう一回やりたいよ。でも、ほら、え、前日までスマホでやってたこれ、もしかして。次お願いします。浦島坂田線の一番の魅力は何ですか？これ余裕でしょ。多分言葉合わないと思うんで、方向性が合ってた。これでしょ。もう浦島坂田線というのはこれでしょ。せーの、島という男のかっこよさ、マーシンの男にあふれるところの良さ。島という男のかっこよさ、お尻。ファイナルでのマーシンの MC 中の涙。マーシンの男にあふれるところ。中の良さ。浦島坂田線だよ。全員の中の特技の魅力でしょ。俺やん、浦島坂田線だよ。次ラスト、次ラストで。あー、ちょっと今のでもちょっと、ちょっと遊んでもらおう。なるほど、ちょっと遊んでもらおう。ごめん、頼む。あー、はい、ラスト。なんで笑う、笑っちゃうんだけど。なんでこれ、ちょっと一番、うん、おちんきそうな人。なにそれ、使うやろうな、お前これ動画で。使うやろうな。いやでも一応、まあ使わんかもしれんけど、一応やっとくか。チンの大きさ、それぞれが思ってる、誰がでかいってことや。さおってことやろ。そうやな、さおやな。面積、面積、面積。そうやな、どんな長さとかいろんな総合的な話やもんな。せーの、しまーし。おーい、ちょっと待ってよ、せーなんやろ。サオで言うとセンターでかいから。ちっちゃいちっちゃい。まあでもマーシーがやっぱ一番。マーシーがね。ちょっと今回あんま意思疎通できてへんかったな、全体的に。自分のこともあんま知らんのか。え、終わりこれ。終わり終わり終わり。ちゃんとしたのもあったもんやんじゃん。
や、終わっちゃいました。マジで言ってるか。以上、姉妹のドッキリでした。違和感は感じてたけど、どう思ってた最初は、うん、俺マジでヤバいんかなと思ったマジでヤバいんかなと思ったけど、うん、あまりにも、うん、その回答で揃うみたいな、なんかワッツァゴルフとかね、ワッツァゴルフなんて誰が言ってんねんって一番最初のピーコックの時点で、うん、え、嘘やんと思って俺、うん、配信でもさ、4年前のさ、ね、そのメジャーデビューを皮切りにちょっと変わってきたみたいな言ってたのに急に最近のピーコックみたいな。そうね。あんで、俺ら昨日、え、待って、これでもえ、みんな覚えてたのってことだ。じゃあもう言ったんだよ俺ずっと、マーシー今度ドッキリかけるねって帰るのにずっと言ってたし。そう言ってたね。だからあの時に言ってたね言ってた言ってた。意思疎通ゲームをして、うん、島君以外の回答が異常だった場合、島君は気づくかっていう。そう指摘してくるかっていう。そう、そう、お前らドッキリやろって言ったらマーシーの勝ちだ。そう、あー、なるほど。いや、言おうかなと思ったんやけどあの、何だっけ、2つ前の指導、浦島さんの魅力、そ、俺その時に、おー、お前らこれやったなって言おうと思ったけどでもこれ企画的に気づいたとかあかんのかな。あー、空気を読んだ。めっちゃびっくりしたのがさ、うん、ファッションのセンス慣れてて俺、もっと尿柔らかくするわ、ふにゃふにゃにするわっつって俺に合わせたんだよいや、そう、いや、なんかそこら辺からもうちょっとこれ、いや、逆にこれ答え合わせなあかんかな俺と思って。ファッションリーダーは浦田くんやから、うん、浦田って書こうかなと思ったんやけどいや、待てよと、これ着てるなと思ったこいつら俺に着てるかなと思いつつ、攻撃されたと思った。そう、攻撃されたかなと思ってしまった。あー、気づかんかった、マジで。でもこれちょっと、これで終わりはあれなんで、ガチラスト、ガチラスト、よし、ガチ、ガチ、ガチ。今、浦島坂田線で一番したいことは？オッケーです。はい。あ、待って、大丈夫ですか。はい、せーの、ライブ。全員やってる、ライブで来るように。みんなと会う、ライブ、あ、まあ、ツアーですね。ライブでみんなと遊びたい、イエーイ、イエーイ。すげえ、あったやん、あったな、あったな、俺なんて書いてあった最初。